い、皆さんおはようございます。ケイです。マックスプリッツ本店でちょっと新作のお買い物をしておりました。さてここから、事務所にですね行って今日も仕事をしようと思います。MT-07 に乗っております。ここからはフレコです。マイクがですね抜けたのか音取れてなかった。でもここまで聞いてもらった音っていうのがこれ GoPro Hero 10のメディアモードについてる、まあ、外向きに向かってるマイクなんですけど、エンジンの音結構綺麗に取れてましたね。まあここから走っちゃうと排気音とかだけじゃなくて風切り音とかで多分聞こえなくなっちゃうと思うんですけど、まあ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 。で今ですねマックスフリッツ本店行って、ズボンをですね買ってきたんですけども、昨年の冬履いて気に入りすぎて、その時にアウトレットになってたそのまた1年前のモデルを買い足して、で結果冬ですね毎日それ履いてたんですね。で今年の新色が出たってですねつい昨日だか一昨日だかマックスフリッツの、インスタグラムに出ててですね、でそれ欲しいなと思って、でちょっと、まあ、事務所行く前にちょっと寄っちゃおうかなと思って、寄って、まあ、それ買ってきたんですけども、概要欄にリンク入れておきます。すごい気に入っててですね、できないけどダブルデームで作りたいぐらいすごい好き、めちゃくちゃ好き、ベスパぐらい好き、すげえ好き、本当に好き。でまあ今ですねこの間 NMAX125 の、レビュー動画作って、でその後 MT-07 を借りてきてて、かつ同時に、ベスパのプリマベーラ125の75周年記念モデルって超特別なやつ借りてきてて、でそんなレビュー動画を作ろうとしてて、でこのあとまたやってこのレイブログにやってくるバイクっていうのが一応リストアップされても決まってるものがあるんですけど、まあ、仕事の合間折を見てですね徐々に撮っていこうかななんて思ってるんですけども、まあ、今はちょっといくつかそのなんていうんですか困ってることがあってですね、バイク話じゃなくて完全にカメラ話というかおまけ話的なあれなんですけども、まずですね GoPro Hero 10をですね今使っててですね、でそれにメディアモードを取り付けして、まあ、音を取りやすくしていてですね、まあこれそれ自体は満足で幸せなんですけども、まあ夜景がテストしてる感じ、ちょっと望んだ画質が全然まだ出せてなくて、それを今後どうしたらいいのかなっていうのはまだちょっと引き続きテストしなきゃいけなくって、でまあただアクションカメラはなんていうんですかね、これ壊れてないよな、大丈夫だよな、まあまあまあソニーのものもあるし、他のなんかインスタ360とかそういうのいくつかあるから、まあその時に一番あったやつをその時に選んで使えばいいあれなんですけど、メインのですね今これ撮ってるのもこれキヤノンの EOS R6 というカメラですね、ブログカメラとして僕最強のカメラだと思ってるんですけど、まあ、高感度いいからこういう部屋の中でも全然綺麗に撮れちゃうし、仮に今この時点で GoPro 撮るともうノイズだらけで全然いい映画撮れないんですね。それぐらい今本当に暗いのにしっかり撮れちゃうんですね。やっぱすごい優秀で、ただ今年のですね夏になってからなんか熱に急に本体が負け始めてて、なんていうんですかね、落ちるまでいかないにしても、まあキヤノンさん賢いなと思うのが、ボディが熱を持って何かトラブルが起きそうな時っていうのは当然画面に表示が出てくるんですよね。今こういう状態になってますよとか、あと最大録画可能時間が減った時に、まあ、減るんですけど、いや落ちないようにしてくれてる、セーブするために落としてくれてるんだと思うんですけど、落とした時に残り何分撮れますよっていうのが SD カードが満タン状態だったから20何分とか、まあ、撮影モードにもよるんですけど出るんですね。でそれが熱持っちゃってると残り10分です5分ですとか、そこの表示短くしてくれるんですね。でその時間の範囲内はやっぱり撮ると本当に撮れちゃうんですよ。だから土壇場でも残り5分しか撮れねえのかってなっても5分は撮れるから親切なんですけど、ただこういうものってどっちかというとですね、限度来ると急にバチッて落ちるんですね。まあ、そこがやっぱなんていうんですかね、物の複雑さ、値段の差かななんて思うんですけど、まあっていうのもこれの何倍も高いんですよね、やっぱミラーレス一眼のこれ本気でボディっていうのは。でいいんですけど、
真夏の外でロケしてて、なんなら例えばレッドバロンの那須モータースポーツランドでステップアップ試乗会、ライディングスクール、ライディングカレッジとか、とかなんか撮影してる時に長時間外で太陽光ボディが受けまくってるんですね。でそれでも別に熱で暴走したり落ちたりとか不具合って一度も出なかったんですね。でただ確かにボディもすごい熱持ってるから扇風機風当てて冷やしてあげたりとか気使ってたんですけど、あるいは生放送で 4K を出してて3時間4時間とか使ってても熱で落ちたことなかったんですよ。今熱持ってますよってなんか真っ赤 なんかランプみたいのがカメラ側につくのはあってもトラブル起きなかったんですけど、今年なんか室内でもそれが出ちゃう時出ちゃってて、なんですかね、まあパソコンのファンが熱外に排出するじゃないですか、そこがなんかホコリがなんかでその塞がっちゃってて熱外に出せなくなっちゃってるのかなみたいな感じで、これまで大丈夫だったのに今年の夏の途中から急にそれが出ちゃってて、でだけどこれがまた不思議なのが外でその症状出なくてエアコンの効いた室内で症状が出ちゃったんですよ。で 2、3日前、ここいつも撮ってるここでも急に出たんですね。ちょっとボディ一回これキャノンさんに調整出したいな。だけど今メインカメラこの1個しかないですね。前使ってた GH4 が2台あって2台とも売っちゃって、で一時 EOS-R 使ってる時には GH4 を撮ってあったんですけど、まあ、ちょっと写りが違いすぎて、もう物足んなくなっちゃって EOS-R1 台にした後から EOS-R6 に買い替えたから、もう1個ボディ欲しいなと思ってた時にキヤノンの C70 とかシネマカメラとか出てきて、今そのなんか取材とか対談とかでめちゃくちゃ長回しするんですよ。でその短いクリップ撮る分にはミラーレス一眼という形とか機能とかすごい良くて、例えば顔 AF ずっと瞳 AF ずっとこう追いかけ続けてくれるとか、これがその業務用カムコーダーとかになるとそういう機能が当然減ったりするんですよね。でフルオートでパンと撮れちゃってすげえ綺麗な絵が出る。でこだわってバンと追い詰めてもそこからそんなに極端に変わらなくて、ただ光とか環境とかがちょっと難しい時にはマニュアルじゃないと合わない時はあれど、それでもオートがめちゃくちゃ賢いんですね。でキヤノンってなんつうかね、こう肌の色味とかが綺麗に出るんですよ。日本人の肌との相性がすごくいいように僕思うんですね。まあ今も曇り空真っ白な、なんか微妙な光でこの中今電気一個もつけてなくて僕の目からは真っ暗なんですけど、まあまあ綺麗に撮れてるんだと思うんですよね。でそんなちょっと今だから、まあアクションカメラは実験してて楽しいだけど、メインのこのカメラがちょっとなんかそのトラブル出たらどうしようという不安を抱えながらですね、とはいえ人生は進んでいて、もうすぐ冬がやってきて寒いので、あ毎日着る服買わなくちゃなと思って、マックスフリッツに頼ってですね、普段着としてずっと着てるパンツがあるんですけども、それの新色をですね、まあ、手に入れに行ったというわけなんですけども、さらにですね悔しいのがその後もね、悔しい、まあ、今日完全雑談ですよ、雑談日記ですよ。ベスパ そのプリマベーラ125も、まあ、GoPro で、どんな映りになるのか見てみたくて回してたんですけども、要はカメラのマイクがなんかこう抜けかかっちゃってる状態っていうのを気づかずに、そのまんま MT-07 からベスパに乗り換えてベスパの方も走っちゃったんですね。だから動画2本分ですね、走りながら喋ってたのに、トークパートがまるっと使えなくてアフレコっていう、そんな、週末の朝でございます。で今から動画書き出したりするので、まあ、その間コールオブデューティーを、楽しもうかな。マイク問題、 あと対談する際の2人で喋ってる時の音声もどうやって撮るかと今悩んだが、ワイヤレスのマイク欲しいなとちょっと思い始めて、欲しいものだらけ、人生欲しいものだらけ、ちょっと調べよう。まあ、昼ごはんここで食べながらいろんな調べ物をするのが楽しいんですけどね、まあ、また面白いものを探しに行きます、というちょっとした、おまけ雑談でございました。よかったら次の動画もご覧になってください。次の動画でおすすめで候補が出てくるのがちゃんと真面目にレビューしてるちゃんと作ってるやつだといいんですけども、ちゃんと作ってるやつとゆるいやつが、それぞれ、レイブロックにございます。引き続きよろしくお願いします。以上レイがお送りしました。